はい、ということでイオンに来ました。今からちょっと洋服を見たいと思います、はい、超久しぶりなんだけど、ね、洋服も久しぶりです。福、はい、袋発見ね、すごいよ。アクセサリー若干詰め合わせらしい、ね、1600円だって。ちょっと一個買ってみる、せっかくだから、うん、どれがいい、それ、うん、じゃあこれを買いましょう。また動画で開封します。いいね、はい、ハッピーバッグね、ね、久々、久々、うん、というかママがね、今日はちょっとねアイライナーがもうなくなってしまったので、アイライナーを買いにここに来ました。そしたらあったんだよね。そう、そしたら見つけた。ママが欲しいアイライナーはこれです。これ、あれこれかな、この辺の茶色をちょっと選びたいと思います。はい、はい、ということでね、なんだかんだやっぱりいろいろ結構買っちゃったね。買っちゃいましたね。また購入品紹介で紹介したいと思います。はい、今日財布忘れたからここのカードもないわ。もうしょうがない、後から多分押せんじゃない。かわいい、これかわいいね、めっちゃかわいい、かわいい、久々だね。この襟がかわいい ね、襟の感じが。はい、買いました。こちらね、1万円企画として買ったので、はい、またね紹介します。見てください、ぜひその動画も。もうパンパンですあ、てかこれあれだね、さっき買ったものも混じってるから、混じってるんですよ、一緒に入れてくれたのでね、優しいね、うん、はい、じゃあ次本屋かな。はい、行きます、行きましょう。つないでみます。流行ってるやつ、流行ってるやつ流行ってるよね、流行ってるんだよね。東満、東満っていうの、通り部っていうの、分かんないけど、そう、あのね、ジャンプらしいの、でもそう、うん、なんて名前だっけ、あ、なんて名前だっけ探してた本あった。あった。サマータイムレンガ。これなんかテレビで紹介されてたんでしょ？そうそう。でなんかね、パパとにしーちゃんが読みたいっつって。マガジンのさ、下にあったんだけど。本当だ、じゃあマガジンなのかな、ジャンプじゃない。え、じゃあここからマガジン。あ、そっかそっか。じゃあギリギリジャンプ。ここまでジャンプ。そっか。じゃあちょっと分かりづらいとこな。分かりづらいとこな。1冊600円なんで、そう、ちょっとね、高めの本だよね、これね。でも面白いってね、テレビでやってたの。で、なんかね、3冊からが面白くなるって。あ、そうなのあ、どうだよこれはもう自分のお小遣いと相談ですね。1800円かいいかな、これだけで。どうするんですか、3冊いいかな。3冊買います、お小遣いです悩んでるやっぱお小遣いってなると悩みますね。まあでもいっかいっか、2000円買った2000円使ったから手が震えてんのなんでよいいじゃないですか、じゃあいいよね15冊買おう。あ、1500円で今度ブックオフで15冊ブックオフで爆買い予定なのね、爆買い予定、来月皆さん来月ブックオフで漫画爆買いするらしいです最近全然爆買いしてなくてさ、ね、ストレスがたまりない今日もブックオフだよ、まあね、それで2000円だよ。まあね、ブックオフなら20冊買える、確かに何にね、こちらのなんていうの、ワイドパンツ的なものをね、ちょっと買っていってあげたいと思います。ゆみちゃんね、下が全然なくてね、上はこの前しーちゃんからもらった誕生日にあげたもの、そうそうそう、欲
ちょっとどこに住んでるの？あ、レジなかった、ここ。昔の感覚で、昔の感覚で来たらなかった。昔ここだったもんね、レジ。なんか人見さじゃない、ここでこれを買うの、洋服を買うのが。レジあっちだった、レジあっちだった。ねえ、絶対これも買う。細胞のカード。何これ、ゼルダ、うん、え、これ何発売予定ってこと？7月に発売されるの。あ、7月に発売されるの。これ絶対買う。好きだね、ゼルダね。これ絶対買う。これね、ゼルダの中で一番好きなの。そうなの。スカイウォードソードがゼルダの中で。へぇ、じゃあマック行きましょう。マスターって言われる。マスター。はい、シェイク買いました。マック、バニラの M です。 M なんです。 M です。でかいです。ちょっとでかいです。美味しいですか？もう久しぶりに飲んだ。もう半年ぶりぐらい飲んだんですよ。そうだっけ、そんな飲んでなかった？めっちゃ飲んでなくて。私、そっか、めっちゃ美味しいね。たまに飲むと美味しいよね。いつもあの オレオとか。あ、そうだ、あ、確かに。シェイクは久しぶりだったの。うん、美味しいね。美味しいね。じゃあ、リミちゃんのとこに帰りましょう。はい、帰りましょう。